さあまさかの3枠目です。びっくりですよ、もう泣きの試合ですよこれ。泣き、わかります、泣きただ、まあ、悪魔はやっぱりね、久しぶりだと思いますんで、僕はもう悪魔にメジャーのチームを譲って僕はライオンズで戦います、うん、まあ、勝てるかどうかちょっとわかりませんけど、正直メジャー本当に強いからね、びっくりするやつよ、球も速いし。ここまでのおさらいをすると、はい、悪魔さんとね博士で対戦をしておりまして、はい、とりあえずお二悪魔のツイッターでもね、はい、フォローしていただければと思うのと、あとコミュニティの方が、はい、小林製薬の S 産地というコミュニティで放送しまして、こちら、うん、コミュニティ登録していただけると嬉しいです、うん、そんでもって1試合目2試合目ともに博士が勝ったと、うん、いうことでいいですか。そうです。あ、違う違う、手加減した。じゃあやりましょうやりますじゃあやります。僕はあのマックスはメジャー選んでください。僕はライオンズを選びますから。さあ、ね、1P の博士が L ライオンズ、そして 2P の悪魔様がメジャーリーグとなっております。ライアン、スコット、バレン、リエト、誰だろう。ピッチャーですから工藤ですからね。お、工藤出た。工藤東を書く渡辺。お、すごい、このラインナップもすごいね。すごいですよ、これはすごいっすよ。これは盛り上がるね。これは盛り上がりますから。工藤だよ工藤。はい、じゃあいきます。今ソフトバンクの監督ですからね。そうですよ、うん、ノーラライアンです。そう、ノーラライアンか。そうですげえな、早えよ。それはすごいな。マジね、球は速いしバットはホームランだし、いいことなんもねえよ当時はね、なかなか日本にメジャーリーガーが来て試合するなんてなかったですからね。よし、抜けた。今しかね、これもうね、とりあえず取れるといい、取っとかないと本当に簡単にホームラン打たれますからね さあ早速 ランナーが出ました。青がライオンズ博士ですね。真っ青なユニフォーム着てますけど、ライオンズ博士すごいですね。ライオンズ博士これピッ、打者がね、秋山お、出た。男は秋山ですよ。まあライオンズも強いよね。強い、うん、でもメジャー半端ないよマジ。清原お、清原だ。4番清原、2割7分30本打ってます。これまだ、だって抜けろ、プロ野球、おセカンドライナーでした。3塁進みます。3塁、2塁ですね。2塁投げたらアウトですね。バックボス、あれ飛び出てましたね。ここマジすげえ、これ多分1本ホームラン出んじゃねえかな気をつけろけど、まだここまで2試合やってホームラン出てませんでしたね。マジ怖いわ。あ、振ってこない。1番パケト、3割7分8に打ってますけど40本一番打者からこれかって伸びるな、俺。あー、すごい上がりますね。よし、バントでホームラン。バントでホームランはないけど、結構当たれば結構すぐホームランいく、うん、コンピューターとかでやるときは大抵入ってたんで。デストラーデってこのことなのかな、ライオンズ。デストラー、もしかしたら次の5番がデストラーデだったらデストラーデの可能性ありますね、うん、お、足りない。ストロー、よしよし3人と打ち上げましたね。うまく、これぐらいないと打ち取りました。よし、 OK。 マジ緊張するわ。1点博士、ライオンズリードです。入るね、これは入るねこのフライの音ゴルフで聞いた任天堂ですからね、うん、デストラでいないな。近いですね。時代が違うかもしれない。くす。辻。バッター辻です。さあ、ツーストライク、博士追い込まれて、当てて、ショートに。いい、走れ。よし。お、足速いですね。間に合いました。田辺。ああ、チェンジです。さあ、そろそろメジャーリーガーが火を吹くんじゃないでしょうか。火を吹かなかった。よし幕が、監督がゴロゴロしてるよね現監督がそうですね、ピッチャー陣は結構もうゴロゴロしましたね。すごいね、監督じゃなくてもね、コーチとかね。あー危なかったですよね。危ない。一塁が空いてました。危なかったね。バフィー、あー抜けた。抜けました。そして
して一塁三塁かな。悪魔さん真顔になってますよ。何が怖いかってホームランが怖いよね。怖いね、入っちゃうもんね。あ、届かない届かない、いない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 。上向けてレフトへ、そして三塁がどうだ、これは戻った。あ、そして一塁から二塁あわわやったあわわあっ、ホームランだけは防いでいるけども。残念です、ホームランみたいな。あの二塁で勝ち合うパターン多いですね。悪魔さんも多いですね。9番ピッチャー工藤は三振でアウトワンアウトです。163キロで打てるわけねえじゃん。めっちゃ速い。これはしばらくライアン現役やってましたもんね。取れない。なんでファールフライなのに二塁まで走ったんですかね、あの人ね。いや、いけたと思った。風で押し戻されると思ったのかな。吉武、あーファールゾーンですが、取られるか、あー、うまい、あー、取れない、危ない。あそこはボールデッドなんだ。そうですね、あそこはボールデッドですね。さあ、ファールが続いて2ストライク、1ボール。あーあー、クマ様に三振ばっかり持て遊ばれてる。俺5三振また三振だ。さあ、工藤がまだまだ投げております。お三振ランド、わーい、お三振ランド見つけたよ。しよし、おお、ギリでした。緊迫した試合です。緊迫してます。秋山、男、秋山4回を持って1対1。おさんさん、しんしん、お待った、お抜きませんでしたね。ない全然、全然ぬら全然でしたね。ワッカマ様、全然負けてんでる、完全にね。ワッカマ様ね、ピッチャーってすごい楽しいと思うね。三振ばっかりするから、くそ三振が多いってことは、球数が多いってことですから。まあ、そうですね。ライアンのスタミナがどんくらいあるか。今日も1日三振ぞい。よし、三振です。カーター、今日も1日三振ぞいぞい、お、今日も1日三振ぞいぞい、当ててファール。今日も1日三振ぞい、よし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 、三振取った。61本と打ってますよ。マジね、当たった瞬間にホームランになるからね。マジホームラン見たいな。よし、あ、ゴロです、ゴロです。打てません、意外と打てない。ライオンズの伊藤、ちょうど伊藤監督じゃないですかね。そうですよね、そうです。片っ端から監督やってんな。そうですね。ワンスリー、入れてきた。当たらなければどうということはない。タス名人の名言ですね。あ、惜しい。足速いのになかなか類が出ませんね。これはすごいね。球速い。三振9個。はい、はい、よいしょー。あー、顔震えてる。ご当地キャラ悪魔さんとおっさんの本気ゲーム対決というコンテンツ力ね。よいしょー。そして2ストライク追い込んで、
これ酒飲んでからやった方がいいかもしれないね。よいしょ、あ、ちょっとちょっと、よいしょ、よいしょ、写真写真、同点ですよ、同点、同点のシーンが多いですね、この3試合。そうですね、あの結構いい勝負してると思うんですよね。二塁打、これでホームランだったら瓦解します。そう、ね、うちのチーム瓦解します。おーねー、オッケー、おー危なかった。このゼロ更新、放送とは思えない地味な試合ね。地味だね、ホームラン未だに出てないからね。セーフになりそうですね。この頃ワールドベースボールクラシックがあったらどうなってたんでしょうね。わかりませんね。わかりませんね。なんかこう見ると日本代表そうそうたるメンバーになりそうな。今見るとびっくりなメンバーばっかりですよね。やったゲッツできねえ。やったー、こいつ。さあ博士チャンス。やべやべ。あ、打ち消えた。ランナー戻ってピッチャーフライを取りました。しっかり牽制入れていきます。あちゃー、おっと、おっと、アウトだ。くそー、いただいてを使おうとし見事にアウトになりました。汚いです。ザマーですね。やばい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 。さあ悪魔さん反撃です。ピッチャーも銀河ですかね、これね。そうですね、交代ですね、これね。ちょっと交代します。工藤から東尾、東尾、次々と監督が出てきます。東尾、東尾理子、よーし東尾、東尾、よーし博多の塩、博多の東尾、よしよし博多の東尾、東尾、東尾絶好調です。博多の東尾、よーし、ここ打ち取りました。勝つだって勝つ張本が言ってますけどね。さあ清原ですが、全然球上がんない、抜けましたよ。石田純一はね、いろんな人の岐阜になってるからね、もうわけわかんないと思います。そう、着離すると戻れないんですよね、うん、先に戻しておかないといけない。牽制するふりね。お、抜けたよ。さあ博士が一塁二塁としました。変えます、悪魔さん、まだ行きます、変える、変える、変えます。はい、じゃ あ, あのタイムかけます。どうぞ。さあ7回まで投げたライアンが変わってスコットになりました。防御率 1.08。 どんだけか、どんだけやねん。すごいよね。さあ直球を打って打ち上げてセカンドが取るか。頃のメジャーリーガーほとんど知らないな。数字だけ見るとすごいし。石田純一、岐阜三人衆を連れてきたよ。マジで。岐阜。岐阜の石田純一です。岐阜の石田純一です。岐阜の石田純一です。やばい。7回表ワンアウト、三振です。ツーアウト。まあ、鋭いフォークでしたね。早っ、わかんねえなこれ。あーくそー。さあこれはかなり打ちづらいピッチャー出てきましたね。この試合始まってるの、延長戦もありますよ。ありますよ、1対1ですからね。7回裏になりました、悪魔さんの攻撃です。カーター、悪魔さんもね、あんまりまだねこの試合当たってないからね、うん、東尾は結構、東尾もねこれ打ちづらいわ。お、いや足りない、足りなさそうですね。これ球場どこなんですかね。 あ入る入る、あれ、あー天使直撃でした。あぶねー、意外と最後伸びましたね。アウトやったやったやった。フェンス直撃、三塁でフォースアウトでした。残念、あぶねー。これ代打を出すところがないですね、メジャーリーグの。メジャーリーグないですね、きっとね。多分ピッチャーのとこぐらいですかね。入るか入るか入るか、あれ、これも伸びてるよ。入るか入るか入るか、あぶねー、入んない。直撃が続きますね。いやだからね、怖いんだって、当たると飛ぶんだよね。飛ぶな。
さあ、しかし東尾も負けてません。よしチェンジです。よし東尾、さあ点が入りません。ゼロが並びます。8回表まで来ました。1対1の同点です。博士の攻撃、ピッチャーの東岡からですね。ピッチャーのパラメーターは一概にもう低く設定されてますね。そうですね、これはもう全然関係ないです。 DH とは何だったのか。さあ2ストライクとなって三振多いな。三振の多さ。あっさり3アウトです。ランナーも出せません。大丈夫、ここはね、8回裏です。さあ、アクマさん、そろそろ点を入れておきたい。3連敗は避けたいところです。アクマさん、やばい、抜けた。12三振。さあ、2塁にランナーを出してピッチャーが打席になってますが、代打は出さないんでしょうか。あっと、これは。あー、せっかくのランナーがいなくなってしまいました。2アウトです、残念。流れは悪魔だったんですがね、惜しかったですね。よし、最終回、これ延長あるで。あ、くそ。キレがすごい、フォークのキレがすごい。お、これ抜けるか。ナイス清原、オッケー。さすが清原。清原は盗塁しないでしょうね。あ、下、ここが。あ、下。そしてアウトに。よし、キャッチャー球押せ。そして3投だ。おーっと、これはうまくいきました。一塁三塁でこれは点が入るか。6番伊藤です。いいように遊ばれてる。いいようにやられてます。三振の山が築かれていますが、さあ2アウト、得点をなしで抑えられるか。熊さん打った、取った、はい、アウトです。さあ、ここで悪魔さん、さよならで締めたいところですが、9回裏になりました。東尾は元気なんですかね、まだね。そうですね、まだ元気ですね。まだ元気ですね。先発ピッチャーですからね、本来ね。じゃあね、この辺かな。お外角のね、ホームベースをかすっていくのを狙ってますね。2人のさ、この野球ガチなの。全然ガチなの。打てねえんだもん。ツーアウトになりました。さあ、どうだ。当たればホームランあるで。ドーン、ホームランか、ホームランか。伸びて足りない、フェンス直撃。危ない危ない。フェンスはな、当たるんだけどな。いや、これはでもあるよ、さよなら。あれ、抜けた。これは回った、これはホームインだ。さよならです、さよなら。アクマさん勝利です。ゲームセット2対1、メジャーリーグアクマさん勝ちました。地味、メジャーのチームで結局ホームランは出ないまま。うそー、なんだこれ。うそー、地味地味、終わった。さよならで、悔しい、まあまあ、あんな抜け方っつって。まあまあまあ、いいんじゃないですか。いやー、まあまあ、いいんじゃないですか、これは。一回、二回とね、一点ずつ入って、最後、今度はまた、悪魔様とは、今日はね、もうこんな感じでしたけど、また悪魔様とは、やりたいなと思ってます。二人がガチすぎて、ガチすぎて、なんていうのかな、見せ場とか気にしなくなっちゃって、もう。マイクはオフるわ。うん、普通に勝負っていうね、三振の山気づくし。すごい地味な試合をね、三試合お送りしましたけどもね。仕方ないです、ね、今日はこんなとこですね、はい、そうですね、今日は楽しかったです、はい、またちょっと悪魔様とはあの野球ファミスタでファミスタで、あ、ここで打ち方ね、あのサヨナラヒットは確かそうだったね、うまかったね、よかったね、はい、面白かったです。
じゃあじゃあじゃあ今日はこんなところで3枠お送りしてまいりました、はい、お知らせのコーナー何かありますか。悪魔様が今週の、土曜日かな、これ土曜日式ってますかね、土曜日式に、で演奏してまいります。そして日曜日は阿佐ヶ谷ロフトで、悪魔会と、両方ともともにごめんなさい、チケットの方はもう完売しておりますので、申し訳ないですけども、行ける方はですね、ぜひ遊びに来てほしいなと思っております。そして、毎週やっております悪魔様とともにやっております番組ですね、よし熊牧場、うん、こちらの方は3月の23だったっけな、合ってるかな、23の月曜日の19時半から番組をやっております。もしかしたら 来月のの悪魔じゃない、イオシス熊牧場の後にまた悪魔様とですね、またねリベンジマッチがね、何をやるんだろうね、まあ、ファミスタ初代ですかね、ファミスタがどんどんファミスタの僕らのやつがですね0対0が続くっていうだからよく見るとね、14三者ひでえなって気持ちは分かります。結構ひどかったね、はい、いやでも楽しかったと思います。皆さんもね、もしよろしければ今更8段を買っていただいて今更、ね、見上がってもらえれば思います。はい、はい、小林製薬のSタジのコミュニティでは毎週ほぼ毎日いいゲームニコ生やってますので、コミュニティ登録していただいた上でツイッターアカウントも登録していただくと、放送開始がツイッターでツイートでも分かりますので、はい、ぜひ登録の方お願いします、フォローお願いします、はい、じゃあ今日はこんなところで終了しようかな。そうですね、悪魔様一応そのグッズも発売しておりますし、うん、悪魔様のホームページね、こわっちゃんっていう、今日はいませんけども、今日はいませんけども、ピンクい肉屋さんさっきまでいたんだけどね、はい、もうお肌に悪いということで帰ってしまいましたがねくまくわっくまでも活動のやってますので、ホームページの方ご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところで終わります、はい、終わりましょう、またお会いしましょう、さよなら、うん、バイバイ、さよなら、ありがとうね、また勝負しますいやこれね、いやそこね、さよならが劇的でしたねいや勝てると思った、延長だったら勝てたと思ったんだけど、くそー。